やることがないな。いや、ピガスノバの装備開発とかもありはするんだけど、なんかこう、前にやった見立てカスタマイズだとか、今は封印されているビガンテクスが開発された時みたいに、心躍るような機体開発がなかなかなくってね、どうにもやる気が出ないんだよな。そんなこともあろうかと。うわお。ここで用意していたとっておきのカスタマイズを公開していきますよ。それで、今回は何を作ったのさ。今用意していますのでもう少し待ってくださいな。お、来たみたいだね。ちょっとワクワクするの。まあ困惑する気持ちは十分わかりますよ。なんて言ったって、このままじゃただの好きなテオでしかありませんからね。なんだ、つまんないの。おっと、がっかりするのはまだ早いですよ。今回制作したのは好きなテオ用の装備でして、ゲート技術を活用して全身の装甲を完走するというものになっているんですよ。へえ、案外大掛かりなシステムになってるんだ。これは機体側で特殊なツールを装備した状態で特殊なコードを入力することでシステム起動し完走を行うというものになっているのですが、まだツールが完成していないので、特別に外部入力で起動していきますよ。では行きますよ。変身。え、その掛け声ってもしかして。仮面ライダー。というわけで、お待たせしました。今回新たに制作を開始したのはこちら、仮面ライダーデルタです。おお、サーフミニッツミッションでも仮面ライダーを作ることができるんだな。それで、デルタっていつ頃出てきたライダーなの？デルタは2003年に放送が開始された仮面ライダーファイズに登場するライダーですね。おお、もう20年くらい前のライダーになるんだね。それまでは改造人間化だったり、何か特殊な契約をすることで得られる特殊な能力を使いライダーに変身するというようになっていましたが、ファイズでは変身ベルトというアイテムを使い変身するという形式になり、ある条件さえ満たせば誰でも変身できるようになったのです。条件？それはオルフェノク、ファイズの世界の怪人そのものであるか、オルフェノクに覚醒する素質ともいえる因子を持つ、あるいは後から埋め込まれたもの、これが条件なのだとか。おお、敵側の力で戦ってるって意味では、それまでの仮面ライダーと似ているとも言えるのかもね。ちなみにデルタのみ、副作用がありますが変身条件がないため誰でも変身ができるようになっています。なるほど、ある意味最も使いやすいものになっているのか。とまあ、ここまで長々と設定を解説しましたが、これもほんの一部に過ぎないのですよね。気になった方がいましたら、ぜひ調べてみるか、仮面ライダーファイズを見てみてくださいね。それでは全体像を見ていきましょう。仮面ライダーデルタは黒を基調としたスーツに無数の白、あるいは銀のラインが駆け巡り、ところどころにデルタを示す三角っぽい衣装の造形があるのが特徴です。頭のアンテナっぽい部分とか、胸部装甲なんかに見られるね。機体構造としては、好きなピオと好きなティアが大部分を占めているマッチオン系のカスタム機になってるみたいだね。具体的には腕がシエルノバ、太ももとスリッパが好きなティア、それ以外が全部好きなピオってところかな。当初はギガスノバをベースにする予定だったのですが、ライダーのスラッとしたフォルムを再現する過程でマクシオンの成分が多くなっていきました。頭部です。デルタの特徴である三角形っぽいアンテナユニットが目立つね。このパーツはランナータグを加工して作ったパーツでして、今回のカスタムでは最も製作が大変だった部分になります。まあこれだけ細かいパーツを切り貼りしてるんだからやっぱり大変だよね。そして頭部にはいくらか問題点もありますね。そうなの？タグを元に作った都合上仕方ない部分もありますが、全体的に分厚いこと、デルタ部分が大きすぎること、アンテナが少し短いことの3点です。なるほどね。まあこのあたりは後からでも作り変えることはできるし、ぼちぼち作っていけばいいんじゃないかな。ところで、このラインって何か意味があったりするの？そうですね、意味があるどころか、めちゃくちゃ重要な部位になっていますよ。これはフォトンストリームといって、ファイズ世界のライダースーツの動力になっているフォトンブラッドという物質を伝える部分になっています。なるほど、血管みたいなものなのか。ですね。必殺技を打つ時なんかも、
このストリームを通ってエネルギーが武器や足に流れていく描写がありますよ。で、そんなフォトンストリームですが、今回はシールと塗装で再現を試みました。お、珍しいね。マスターがシール使ってるなんて。さすがにこの量を塗装で再現するのはきつそうだったのでね。あれ、それじゃどこを塗装してるのこれ。それなんですが、買ったシールの上にガンダムマーカーのシャインシルバーを塗り重ねているのですよ。シールに塗装したの？はい。シールはもともと銀色になっている部分を使ったので、そのままでも見栄えは良かったのですが、光を反射しすぎて逆に目立たなくなってしまっていたのですよ。なのでシャインシルバーを塗ることで、光る銀色はそのままに輝きを若干抑えようとした結果こうなりました。あえて最新のメッキシルバーを使わなかったのはそういうことだったのか。ちなみにこのストリームにもちょっと問題点がありますね。お、今度はどうしたの？単純にシールの量が足りなくて、まだストリームを貼り終わっていないというところと、この銀は仮面ライダーデルタのストリームの色ではないというところですね。あれ？そうなんだ。シールはいずれ補給すれば解決するとして、なんで銀で塗ってるの？それなんですが、今手持ちの白い塗料が少ないために迂闊に使えなくなっているのですよ。そこで代わりに採用したのが銀だったということなのか。ちなみに銀は色が似ているということ以外にも共通点がありまして、主役ライダーであるファイズの強化フォームこと、アクセルフォームで見られる銀のフォトンストリーム、デルタのストリームはこれと同等の出力を持っている、という設定があるのですよ。なるほど。銀は代用する色としては最適だったわけなんだね。というか通常フォームで強化フォームに匹敵する出力があるってすごいな。ですね。デルタは出力が強力なので、攻撃力は非常に高いライダーと言っていいでしょうね。ただ、カイズヤモウ一種のライダー、カイザとは違い、武装が2種類しかないという武装面が非常に貧弱なのが欠点でしょうか。ああ、武器が少ないのはきつそうだね。なので、デルタの強さは変身者の戦闘能力によって左右されるのです。さて、ここまで見ていただいた方ならばすでにお分かりかとは思いますが、このデルタ再現計画、実はまだ完成していないのです。だろうとは思ってたけど、まあまだ改善点は多いからな。ポイントとしてはこんな感じです。ん？そういえば変身ベルトがないと思ったら、そこまだできてなかったのね。そうですね。動画の冒頭でもちらっと言った通り、変身用のベルト一式はまだ未完成です。今後は本体のブラッシュアップと同時進行でこちらの開発も進めていく予定ですよ。そしてこちらは30ミニッツミッション作品としてのカスタムプランになりますが、勝手にデルタの追加武装を作ってしまおうと思います。おお、プラモならではのカスタマイズだね。カイザにはカイザブレイガン、ファイズには強化アイテムでもあるファイズブラスターのような専用装備があるので、デルタにもそれっぽい装備を作ったり、カイズエッジのような近接武装を持たせるのもありかな、と考えています。なんだか夢が広がっていくなぁ。まあ、その前に本体をしっかり完成させなきゃね。そうですね。まあ武装に関しては、ギガスノバと共通化してしまうのも案外ありかもしれませんし、ゆるりと開発を進めていきましょっか。今回はこのあたりで失礼しますね。動画がいいな、と思ったら、よかったら高評価とチャンネル登録もお願いね。それでは皆さん、良いプラモライフを。